どうしたものかしら。確証が持てないわね。でも一攫千金のためには。あら先生、そうなのよ、とっても悩ましい儲け話があってね。ねえ、アドラステア帝国建国前の時代の貴重な品が出土したっていうの。人手の確保を頼まれたんだけど、それが雇い賃込みでって話なのよね。もちろん見つけたお宝は山分けって条件ではあるんだけど、見つからなかったら私の払い損よ。でも儲けを狙う以上は損も覚悟の上。話を持ちかけてきたのはバジャルドさんって商人、知ってる？大修道院にも出入りしているし、身元も確かな人のはずよ。よし、この話乗ることに決めたわ。そこでなんだけど、嫌な予感って。ちゃんとお礼はするわよ。人手が足りないって言ったでしょ。誰か暇そうな人を誘って現場を手伝ってほしいの。もちろん儲かれば儲かるほどたくさんのお礼をしちゃうわ。どう？毎度ありがとう。それじゃすぐに出発するわ。さあ儲けてやるわよ。待て。な、何？イエリッツァさんの方から話しかけてくれるなんて珍しいわね。私も行く。興味などないが、血の匂いがする。アンナ、お前に死の気配が。ちょっと怖いこと言わないで。まあついてきてくれるのは構わないから。それじゃあ一緒に行きましょう。やったわ、大儲け間違いなしよ。お宝ザックザクじゃない。そうですな、アンナ殿、あなたのおかげで人手も足りました。バジャルドさん、その後ろの人たちは一体？何、荷運びの者たちですよ。これらを全部運ぶとなると大変ですしな。全部？ちょっと待ってちょうだい。山分けって話だったわよね。ええ、もちろんですよ。ご心配なく。私の方でしっかりと価値を算定した後、あなたの取り分を渡しますとも。悪いけどそれは受け入れられないわね。あなたも商人ならわかるでしょ。俗にしか見えない荷運びさんたちに大事なお宝を預けられるわけないじゃない。ここで山分けよ。それ以外認めないわ。お断りしますよ。やれやれ、さあ運び出しなさい。今すぐですよ。あ、ちょっと待ちなさい。逃がさないわよ。逃走ではなく狩りだったか。つまらんな。そろそろ荷馬車が到着しますよ、皆さん。それまで宝物を守りきってくださいね。逃がさないわよ。私たちの取り分はきっちり取り返させてもらうんだから。こ
これでも少々魔導の心得がありましてね。荷をまとめた方から転移させていきますか。確かあの人転移の魔法が使えるとか。まずいわ。急いでバジャルドさんを止めないとお宝を全部奪われちゃうわよ。やれって言うならやるけどさ。助かる。ちゃっちゃと終わらせようぜ。殺すと決めたら殺すだけ。さあ急ぎましょう。コンスタンツ・フォン・ヌーベル行きますわ。私に撃たれて光栄に思いなさい。私の私まだ死ねないので。人儲けしましょう。先制奇襲有利思います。ブリギットの誇り見せました。アドラステア皇帝マイル。さて稼いでくるかね。戦場を広く見なくては。皆を導かなくては。いつでも行けます。侮りましたね。セイフ。ジョージ。これも波動を敷くため。どりゃ。皆のため破れるできません。誇り見せました。皆さん頑張って。よし勝てたね。これは終わりだ。
女神様によろしくな。せい、感謝します。ようやく着いたぜ、バジャルトさんよ。追っては俺らに任せな。傭兵団を雇っておいて正解でしたね。これで逃走に専念できますよ。もう少し人数がいたはずですが、ま、すぐに来るでしょう。そういえば、あなた方が死んでしまえば信用も落とさず商売を続けられますね。揺さぶってやりますか。はっ、この程度。立ち下がる者は必ず撃つ。これではもう魔法が使えませんね。一度下がって荷馬車の様子を見てきますよ。皆さんは荷馬車が到着するまで宝物を守りきってくださいね。これで転移されることはなくなったわね。まったく面倒なことしてくれるんだから。とはいえ荷馬車が来たらおしまいよ。急いで残りのお宝を奪い返しましょう。諦めないから。せや、勝ったよ今回はね。私の完璧なる勝利ですわ。これも波動を敷くため。互いにてめえの命をかけた結果さ。さあ進みましょう。ほれ、やる気出して。皆
皆を導かなくて。ザコが。無駄にはしない。いい働きね。殺すと決めたら殺すだけ。やれやれ。ふう、終わった終わった。あら、ちょっと取り返しすぎちゃったかしら。あー、ま、仕方ないわよね。これにて一件落着ってことにしましょう。Thank you.
時間を過ごした。無意だなんてとんでもないわ。みんな協力ありがとう。これだけのものを取り返せたんだから、戦費を考えてもお釣りが来るわ。あなたたちへのお礼も弾まないとね。それにしてもあんな人が商人を名乗っているなんて世も末ね。ヒューベルトさんに派手に報告してしっかりと懲らしめてもらわなきゃ。無用だ、私が始末する。ちょっとイエリスさん、行っちゃった。仕方がないわ。敵に回してはいけない相手を敵に回したとバジャルドさんは思い知るでしょうね。